しますというわけでございますね、我々はね。モノマネを使ったですね、ちょっとゲームをね、考えまして。ゲームを、はい、私、IKKO さんゲームっていうのをですね、ちょっと考えてしまったんですね。IKKO さんゲーム、はい、日頃、1個、2個、3個っていう単語あるじゃないですか。で、その1個っていうワードができたら、IKKO さんをやらなければいけない。やらなければいけない。IKKO! 勇気そうですね。そして割とグレードは高かった。びっくりしました。じゃあこれあなたもやらなきゃいけない。私もやりましょうか。はい、はい、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。この前ね、すごいね、いろんなね、仕事がある中でね、はいはい、すごいなんか困ったね、仕事が1個あったんですよ。はいはい、1個これはね、そういう仕事もね、やっぱり1個1個こなしていかなきゃいけない。1個 !1 個やりますね。なるほど。気をつけない。ダブルの引っ掛けもある。じゃあ、さらにもうちょっとね、私は1つ考えて。ずっと続いてるんですか？ずっと続いてますんで、怖いです。じゃあ、後ろ姿は有吉さんでしょうかゲームっていうのをちょっとやります。それは何ですか？今から私が後ろ姿見せます。そしたら、その後ろ姿が有吉さんのモノマネかなしてみるのかなと思ったら、有吉さんだと言ってください。それだけで、じゃあそれだけです。じゃあ後ろ姿は有吉さんでしょうか。有吉さんです。これは間違いない。正解は、工事現場のおじさんでした。どうでもいいだろう。タタタタタタじゃねえよ。お前次第だよ。後ろ姿は有吉さんでしょうか。これは有吉さんと思いきや、工事現場のおじさん。正解は、コメンテーターの古市さんでした。遠くから見ると、遠くから見ると少し似てるな。まだ早いのかな。まだ早いかな。シャンシャンもオリンピックも興味がない人だこの人。なんだよそれ。いや一個も面白くない。一個自分で言った自分で言ったないんですけども。でも私もゲーム作ります。作りました。じゃあどっちが TBS のアナウンサーでしょうかゲーム。なんでしょう、ちょっと見てください。これからフジテレビと TBS のアナウンサーの番宣をやります。はいはいはい。 TBS だなと思ったら言ってください。言えばいいのね。じゃあ行きましょうか。今夜の7時からは勢いがない、フジテレビだな、勢いがないから。水分取ってますか TBS。 正解正解 TBS。 あおいさんさ、おいみたいな状態で、お前自分に真面目に生きてますか。 TBS。 TBS なんなんですか。じゃあ行きましょうか。中国人を下に見たでしょうかゲーム。なんだろう。アメ横の魚屋さんが中国人を急に下に見たなと思ったら言ってください。わかります。行きましょう。あ、わかんない。はい、1000円、1000円、1000円でいいよ、お兄ちゃん。1000円、1000円、1000円でいいよ。1000円、1000円、1000円。日本選手3000円。下に見た下に見た3倍持ってったよ。面白いね。行きましょうか。じゃあ、もう一個行きますよ。いい、行こう。じゃあ行きましょう。歯医者さんのよだれを吸う機械がほっぺたについて、歯医者さんが気づいて取ってくれたでしょうかゲーム。ああ、取ってくれたなと思って。わかりました。行きましょう。よだれ吸ってる。今筋がいいがなんか1個も跳ねそうにない。いい子。どうもありがとうございました。